作法体制、作法体制、作法体制、殺法体制また殺風体制とは、中国の歴代王朝の君主、元朝、清朝を含むたちが辞任した、称号、任命書、印象などの樹樹を媒介として、天使と近隣の諸国、諸民族の長が取り結ぶ、名目的な君臣関係、相続関係、創始国と、朝公国の関係を伴う、 外交関係を規定する体制の一種。天主とは、天命を受けて、自国一国のみならず、近隣の諸国諸民族を支配、狂気する使命を帯びた君主のこと。作法が創主国側からの行為であるのに対し、作法国の側々などを行った。堅物は、元旦に行われる元会議令において展示され、天主の徳の高さと広がり、天上国の天主に対する、 政治的従属を示した。堅物の献上を、朝庫と言い、朝庫を行う施設を、朝庫師と称する。朝庫師は指定された、間隔、三木月で、指定された、ルート、三木道を通り、指定された、堅物を、天使に献上し、合わせて、天使の徳を称える文章を提出する。これを、職庫と称する。創始国と朝庫国の相互関係は、すずめて、 風密儀と称された。作法の原義は、札、文章を授けて封建するという意味であり、封建とほぼ同義である。作法を受けた国の君主は、王や皇といった中国の釈号を授かり、中国皇帝と君臣関係を結ぶ。この作法によって、中国皇帝の形式的ではあるが進化となった君主の国のことを作法国という。このようにして成立した。 作法関係では一般に作法国の君主号は一定の土地あるいは民族概念と結びついた地域名あるいは民族名釈号という形式をとっておりこのことは作法が封権概念に基づいていることを示しているとともにこれらの君主は作法された領域内で基本的に自治あるいは自立を認められていたことを示しているしたがって 作法関係を結んだからといって、それがそのまま中国の領土となったという意味ではない。作法国の君主の進化たちは、あくまで君主の進化であって、中国皇帝とは関係を持たない。作法関係は、この意味で外交関係であり、中華帝国を中心に外交秩序を形成するものであった。作法国には、毎年の長考、中国の言語を、読み、 正通たちを使用することなどが義務付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、その逆に作報国が攻撃を受けた場合は中国に対して救援を求めるとができる。ただし、これら作報国の義務は多くが理念的なものであり、これを逐一遵守する方がむしろ例外である。例えば、徴工の頻度は作報告側の事情によってこれが左右される傾向が、 見られる。聖髄たちについても、中国向けの外交文書ではこれを遵守するが、国内向けには独自の年号、暦を使うことが多い。またこれら作法国の意訳については、中国王朝側も、その他に、実利的な理由がない限りは、これをわざわざ咎めるようなことをしないのが通例であった。作法が行われる、中国側の理由には、返しそう。 王家思想が密接に関わっている。海思想は世界を文明と非文明に分ける文明思想である。中国を文化の高い花イコール文明であるとし、周辺部は霊を知らない敵イコール非文明として春別する思想である。これに対して王家思想はそれら一敵が中国皇帝の徳をしたい、霊を受け入れるならば花の一員となることができるという思想である。 つまり、異的である、周辺国は、作法を受けることによって、花の一員となり、その数が多いということは、皇帝の徳が高い証になのである。また実利的な理由として、その地方の安定がある。作法国側の理由としては、中国からの軍事的圧力を回避できることや、中国の権威を背景として周辺に対して、有利な地位を築けること、また、 当時は徴工しない外国との貿易は原則認めなかった国との貿易で莫大な利益を生むことができるなどがあった。また、作法国にとっては作法国家同士の貿易関係も密にできるという効果もあった。なお、徴工自体は作法を受けなくとも行うことができ、この場合は茂る客、万位の客という扱いになる。また時代が下ると、 朝廷以外の公益である腰も行われるようになり、これら作法を受けないで公益のみを行う国を五子国と呼ぶようになる。作法の最も早い事例としては、前寛初期に南越国、英氏朝鮮がそれぞれ南越王、朝鮮王に作法されたことが挙げられる。その後、時代によって推移し、信頼には、インド伊藤の国では、ムガル帝国と、鎖耐性下の日本を除いて、 作法を受けていた。朝鮮半島では中国から朝鮮半島を経由して日本列島に至る交易路沿いに中国継承人の寄港地が都市へと成長していく現象が見られた。戦国時代、ツバメは朝鮮、朝鮮半島北部、新番、朝鮮半島南部を略属させ、用地に取りを築いて管理を駐在させ、 中国商人の権益を保護していた。信代は、両党軍の保護下にあった。新末干渉の混乱の中、復活した遠国は、管理と中東軍を、中部、南部、清川港以南から撤退させた。紀元前197年、関王朝は、遠国を大幅に縮小して、両党軍を直轄化したが、その際、エンジンの英マンが、清川港を南に越え、仲間ともに、 中国人、元住民の連合政権を樹立した。韓の両党大使は皇帝の採下を得てこの政権を承認し、朝鮮王国が成立した。中国南部から東南アジアに至る交易ルートは、戦国時代、蘇が掌握していたが、旗に至り、百越と呼ばれた原住民を征服し、京林軍、江西、南海軍、関東、増軍、ベトナム北部の三軍を置いた。 新末の混乱期、南海軍の司令官、蝶託は、この三軍を抑えて、独立政権を樹立し、南越王と自称した。菅は、建国初期、蝶多の政権を承認し、南越王の称号も認めた。史上最後の徴工氏はネパールから清朝に派遣された、もので、作法体制とは、東アジアの国際外交関係であり、創始国側の行為である。 作法の語を用いて、作法体制というものを生じた。東アジア世界を特徴づけるものは、漢字、儒教、仏教、律令制のものであるとし、これらの文化が伝播できたのも、作法体制がある程度の貢献をしていると見ている。そのため、作法体制論は、基本的に政治構造論であるが、文化論の趣きを得ることにもなる。東アジア世界の範囲は、 漢字文化圏にほぼ合致し、含まれる国は、現在の区分で言えば、中国、朝鮮、日本、ベトナムであり、東アジア世界の中心にかけられる、網が、作法体制であるとしている。このように当初は、東アジア世界を説明するためのものであった。作法体制は、その後、倒滅防護にも拡大され、信代のように明らかに、東アジア世界と、 作法体制の範囲とが異なる時代にまで一定の言及をしている。日本での研究家としては、前田直介と西島貞夫が、当滅亡後の東アジア諸国の大変動に目をつけ、東アジア諸国の間に相互連関関係があると提唱していた、東アジアにおける古代の終末1948年。しかしこの前田論においては、そういった 連関関係を作っている要因については言及されないままであった。それに対して西島作法体制論は作法に着目することによってこれに一定の回答を与え東アジア世界というその中で完結した世界の存在を提唱するに至った。この概念は6から8世紀の東アジア1962年にて提唱され単独の作法を指したものではなく 作法によって作られる中国を中心とした国際関係秩序のことである。以下、両方学者の作法体制論による各時代の展開を記す。特に中期しない限り、西島正東、アジア史論集第三巻を主典として記述されたものである。中央朝では頂点である王がその下の諸侯に対して一定の法治を分割して与え、その領有を認める。 封建制が行われていた。その後の春秋戦国時代にはその形態が崩れ、再統一をした審では、封建制を否定する形で皇帝が、天下のすべての土地を直接支配し、例外を認めない、軍権制が行われた。全ての土地を直接支配するというのはもちろん、理念上の話であり、現実には強度をはじめとして、真の支配に従わない。 周辺民族が多数存在した。しかしこの理念がある限りはこれら周辺民族に対しては征服するか無視するかのいずれかしかなくなり国際関係の発生のしようがなかった。秦にとって変わった間では軍権支配をする地域と皇族を封建して国を作らせて統治させる地域に分ける軍国制を行った。この軍国制が登場したことにより周辺民族の国も また中国の内部の国として中国の天下すべてを支配するという思想と矛盾なく存在できるようになるのである。作法の事例の始めとして南越国に対するものと英子朝鮮に対するものが挙げられる。この二国はそれぞれ菅より南越王、朝鮮王の作法を受け漢の反国となったのである。両国は武帝の地政治政時に滅ぼされ、 朝鮮の土地には、落郎軍、玄都軍、新番軍、林東軍の男四軍が、南越の土地には、南海軍、孔子軍などが置かれ、艦の軍権支配のもとに服すようになり、作法体制も一旦は消滅する。一方、武帝の地政時より、儒教の勢力が拡大し始め、前漢末から五漢初期にかけて支配的地位を確立する。この影響により、海思 王家思想もまた影響力を強め、作法が強度、高栗などの周辺国に対して行われるようになり、再び作法体制が形成され始める。この時期、和の名国の王が、五冠、後部帝より、関山とやつ国王の釈合を受けている。五十七年。五冠滅亡後、中国は長い分裂時代を迎える。その一方、日本列島においては、二百三十九年。 二、いわゆる山大国の卑弥呼が顎に対して使者を送り親際王の釈号を受け、また、朝鮮半島においては、四世紀半ばに、くだら、白木が起こるなど周辺諸国の成熟が進み、作法体制の完成へと進んでいく。五五十六国時代には高栗クリが前燕により、征服されて作法を受けるようになり、前縁を滅ぼした前進に対しても調考した。もまた、 こうくりに従って、全身に対して調校した。一方、二国への対抗上九だらは刀身に対して調校し、作法を受けている。南北朝時代に入ると、朝鮮三国は、南朝から作法を受けた。この時期、九だらは、和の影響した、白木は、和の支配下にあり、中華秩序下での支配権のお墨付きを得ようと南朝の、 宋から承認を得るため自ら札を受けた。白木については承認されたが、九だらはすでに宋の作法国であり、和の九だら支配が承認されることはなかった。高栗は北朝の北儀に対しても入朝し作法を受け、九だらに対抗する姿勢を見せた。一方、九だらもまた、高栗に対抗して、北儀に朝考している。この後、北朝、南朝それぞれを頂点とする人間的な、 作法体制が成立し、この時代が東アジア世界及び作法体制の完成期と見られる。二元的な作法体制は589年に中国を統一した隋によって一元的なものへまとめられた。コウクリ、クダラは隋成立の581年すぐに隋の作法を受けたが、シラギはすぐには作法を受けず594年になって、 初めて隋の作法を受ける。一方、高栗は五は585年からは、隋と対立する鎮に対して長考するようになり、隋が鎮を滅ぼした後も隋に対する長考を怠り、さらには、隋領内に侵入する事件まで起きる。これに激怒した文帝は高栗に対する遠征軍を起こす。この軍は苦戦し、撤退を余儀なくされるが、高栗が謝罪したことで、 高栗の罪を許した。しかし高栗はなお長考を怠り、文帝に代わって陽大が立った後の六百七年には、突決と結んで、隋に対抗する姿勢を見せた。陽大はこれに対して二百万とンする大遠征軍、隋の高栗遠征を起こす、三度とも失敗に終わり、隋滅亡の主要因となった。他方、中国王朝との接触を行っていなかった和国は、隋に対して、 遣随使を送るようになる。この採用代に対して随所で始まる国書を送ったことが知られているが、これは当時台頭し始めた国なりの大国意識に基づく作法体制への危機感の表明とみられている。また、当時の公表人が和国王、中国の司書のうち、旧、当時は、除名天皇5年1月26日、633年、 都市、王子とすると礼を争い帰国するなどした。ただしこの時期の和国もまた東アジア世界の一員であり、作法体制の外部にあったとしても、主に政治制度の確立という点で、中国王朝からの影響は大きかった。隋が滅び、党が成立すると、624年に朝鮮三国は党の作法を受けた。しかし、高栗で、不違い素分による、 権力奪取が起きるとこれを理由として二大体操は、高栗遠征、塔の高栗出兵を開始するが、この遠征は再び失敗に終わる。その過程で塔と白木との関係が密になり、塔、白木の同盟、660年、塔は、九だと戦争中の白木からの救援要請に応じて、兵を送り、九だを滅ぼした。その後も連合は維持され、668年には、 高ウクを滅ぼした。さらに、くだらい民の要請を受けて出兵した和との白月の絵の戦いにも勝利する。しかし、白木は二国の丘陵が、唐の軍権支配に置かれることを不快に思い、これに攻撃、唐、白木戦争を仕掛けて、朝鮮半島を統一するに至った。唐は、当然これに起こり、白木の王吾を剥奪し、討伐軍を送るが失敗に終わり、最終的に、 白ラが謝罪して入庁するという形式を取ることで和解し、拡大した支配領域を維持したまま再び白ラは作法を受け、以後、白ラと党は作法体制の中でも最も強固な関係となる。一方、高句麗の移民たちは北に逃れ、新国を建国した。党ははじめこれに対して、討伐軍を送ったものの百十三年には、王の大祖栄を、 墓海軍王に作法する。新北はこれにより、墓海と呼ばれるようになり、唐の作法体制に入った。また、白月の絵の戦いに敗れた和国では、大法2年、702年第8次以降の、検討士により、唐との関係修復を試み、これを兆候の形式で行っているが作法を受ける、ことはなかった。唐の流星とともに、作法体制も、 安定期を迎え、作法体制を通じて各国に、党文化が伝えられた。各国では、党の制度を模した、律令制が取り入れられた。作法体制の安定も、党の衰退と共に揺らぎを見せ、党滅亡によって、作法体制のみならず、東アジア世界が崩壊することになる。五代十国時代の後、中国を統一した、宋、北宋、南宋では、 量や金などに対して対等さらに進化としての例を取らなければならなくなり、作法体制の中心とは到底なり得なかった。その一方で、壮大、現代を通じて中国を中心とした公益網が飛躍的に発展しており、これが以後の作法体制の再生に大きな役割を果たす。公文門が元を北に追いやり、北元、民が成立すると、 作法体制と東アジア世界が再生される。朝鮮半島においては、高来に代わって、李氏朝鮮が起こり、民の作法を受けて、朝鮮王とされた。この頃の日本では、朝廷が分裂した南北朝時代という特殊な状況もあり、南朝の西成将軍であった金永親王が、民からの和光鎮圧の要請を機に、北朝に対し自勢力の正当性を、 主張するため日本国として、作法を受けている。また後に、北朝室町幕府三大将軍の足利義満も、民との貿易による利益を得るため、同じく日本国王として、作法を受けている。明は、当初、義満の資格について、天皇の賠信に過ぎないとして、通行を拒んだものの、国情を脅かす和行の鎮圧を、 権力基盤を確立した義満に期待して妥協し、最終的には、異界上天皇との封建的関係性が明白な、純三皇を称する義満と関係を結んだ。以降日民間で、官合貿易が行われることとなったが、これは長考の形式をとっていたため、日本の対面を汚すとして四大将軍、義持によって中断される。しかし、 幕府の財政状況の悪化を考慮した六代将軍、吉則によって再開され、1549年、十三代将軍、吉輝の代まで続けられた。室町幕府の得た利益、すなわち、民の資質は多大であり、これには、和光鎮圧の見返りという性格があったと見られている。なお、日本では、金長親王が、民の大祖からの徴工を促す書簡を無礼とみなし、 死者を切り捨てたことに現れるように、中華中心の快感を否定し、対等外交を施行する向きが強かった。南朝、北朝及び室町幕府いずれも天皇は作法を受けておらず、前者は天皇の尊厳を傷つけることなく、国内政治に利用し得る、日本国王の称号を得るため、後者は実権を握り、天皇に代替する立場としての、 日本国王になるる。ためという思惑が、それぞれれぞ指摘される明滅亡後、身代には、作法体制の範囲は、北アジア、東南アジアなどに大きく広がり、インド伊東では、ムガル帝国と鎖国体制下の日本のみが、作法体制に入らなかった。また、作法の称号の違いについて、身内と目される国は、王、加害の国は、国王と使い分けられている。 皇帝からの書状についても違いがあり、北元、都番には皇帝、門、その他には皇帝直としている。大きく広がった作法体制の崩壊が始まるのは19世紀西欧列強の進出によってである。新国はアヘン戦争での敗北により条約体制に参加せざるを得なくなり、さらにはベトナムの現朝が神仏戦争の結果、 フランスの植民地となる。この時点でも、いまだに、清朝はこれらを、作法国に対する恩恵として認識、あるいは曲解していた。しかし、1895年、日清戦争で日本に敗北し、日本は、下関条約によって、清朝最後の作法国であった戦を独立国と認めさせ、ついに作法体制が完全に崩壊することとなった。 西島作法体制論に対して、早くも同じ岩波講座日本歴史シリーズの5巻において、畑田隆が当時の白木、牧海、日本を比較することによって、当時の東アジア世界に構造的なものは存在しないと受け続けた。これに対して、堀利一は、旗伝説を批判する形で、当時の東アジア世界に構造的なものは存在すると述べた。 しかしあたかも党の国際関係が、作法体制によって、どの民族に対しても、画一的に存在するかような西島の論には、反対し、特決、都番のような北、西に対する政策として、厳政策や数茂る公主の効果なども視野に入れて、総合的な党の異民族対策として見るべきであると、述べた。6から8世紀の東アジア、解大して、東アジア世界と、 作法体制6から8世紀の東アジアが収録されているのは以下の4冊。ただし、6から8世紀の東アジアはその名の通り、6から8世紀の東アジアに限定的な論文であり、それ以外の時代や東アジア世界論については未だ不明瞭である。その他の東アジア世界の形成と展開、除雪、東アジア世界の形成なども3のこと。 前者は4、後者は3に収録。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。